王子の日になされるオランダ王室の式典式典は特別な機会に行われ、大抵は多数の芸術的な要素からなる主意を持った一連の儀式的な催しである。セレモニーの語はエトルリア語に起源があるとされ、ラテン語のカーミューニアを経由している。ダリー・メッセンジャーとアランド・ボトンによると、 大半の西洋諸国における教会と市民の双方の式典で言明されるその価値と理想は一般に類似している。その違いはメッセンジャーが呼ぶところの超自然的な基盤、とボトンでは信じがたき超自然的な要素にある。大半の教会と宗教は例えば神々により授けられたその付加的な利点を主張している。ローマカトリックでは 三差式での性別の言葉を通じて神自らが祭壇に現れると信じられている。教会と市民の双方の式典は、すべての式典が言おうとする強力な心理的、社会的、文化的影響力を分け合っている。演奏される音楽の様式、用いられる言葉や、その他の要素や構造は、当然異なる。スカウティングに入る少年を歓迎するリーダーたち、2010年3月、 メキシコシティエドワードスヒレベエクスが結婚式について書いている通り、西洋世界における教会と市民の双方の式典には驚くべき数の古代からの伝統的要素がある。主要な書式典はキリスト教以前のローマとギリシアの時代に始まり、その慣習は幾世紀も続いてきた。例えば結婚式においてはキリスト教以前のローマ時代からの ベストマンとブライズメイド、更新、誓約書の署名、指輪の交換、ウェディングケーキまでもが受け継がれている。ありがとうございます。